バタでーす。今日のね、レビュー動画はね、これだ。ゾイドワイルドのね、クワガノスのね、レビューをしていきたいと思います。ね、うん、これはクワガのね、足だもんでね、まあね、どんな風だろうと思うのでね、レビューしていきたいと思います。そんじゃあ、どうぞ。その前に、もしよければ、チャンネル登録と、通知オンをしてください。まあ通知オンとチャンネル登録を一緒にするといち早く僕のチャンネルの動画が早く見られます。まあね、各動画でね、終了画面またはね、画面の右下にある登録ボタンを押してチャンネル登録と通知オンをしてください。バタのチャンネルの SNS もやっています。 Twitter、Facebook、Instagram をやっていてね、ついでに登録するとね、新しい動画の公開する前に告知で報告するもんでね、それもね、SNS を登録してください。もしよければね、まあね、SNS は各動画のね、説明欄にリンクを貼っていますのでね、ぜひ確認してください。もしこの動画が良ければね、グッドボタンか高評価を押してください。お願いします。まあこれがね、ゾイドワイルドね、クワガノスでもあります。クワガノスのね、このね、クワガのね、まあアッシュのね、ものでもあります。まあ、アッシュのゾイドでもあります。そんな、まあこれがね、クワガだったらね、まあね、ギャラが率いるね、デスメタル帝国のね、昆虫型ゾイドでもあってね、うん、このクワガノスはね、共和国軍のね、ゾイドでもありますね、うん、まあそうだな、まあ、ね。ちょっとラプトールがないけどもね。ラプトールがね、ラプトリアとなってね、まあ共和国軍に入った、ゾイタのもそうだもんでさ、うん。まあラプトールはもともとデスメタル帝国のゾイドだもんな、うん。ちなみにさ、ちょっとね、作り、の方なんですがね。まあ、骨とかさ、ね、骨とかさ、まあ、一部のパーツ以外はね、全部ね、こことか、ここのね、装甲はね、全部同じだもんでね。まあね、多分骨格形態のところとかさ、ね、一部除いてのね、装甲をつけるところはね、まあね、多分取らないと思います。まあ、ね、見たい方はね、このね、クワガのね、レビュー動画でね、そういうのがありますもんでね、見たい方はね、上のカードか、下のね、概要欄と、最後に出る終了画面でね、出るもんでね、それで見ていただきたいと思います。ね、うん。さあ、クワガノス、どんな風だろうな。そんじゃあ、開けていきましょう。そんじゃあ、開けていきましょうね。うん。あ、そうそう、カッター使うときはね、手を切らないように気をつけてね、皆さんね。うん。そんじゃあ、開けて、クワガ、こんな感じになっていてね。うん。まあね、はい、まあ、
ちょっとね、発掘パック A は多分ね、ウアーガと同じだもんでね。うん。まあ、初めに秋は S パックも同じになっていて、発掘パック B は多分一部ね、多分一部ね、プラス新規造形のやつのものが入っています。多分クリアパーツのやつかな。うん。もちろん、説明書。いや、復元の書も入っていますからね。うん。まあね、復元の書が二つに分けてね、ハックスミドリズのやつと、ね、クワーガのね、組み立て図も、ありますもんでね、うん。じゃあね、ね、まあ、今回はね、多分骨格形態はね、まあ、多分取らんと、まあ、取らんと思うもんでさ、あ、ちょっと待って。ちょっとここがさ、新規パーツになっとるもんでね、まあ、新規で作るところだけはね、ちょっとね、取っていきたいと思います。もんでね、うん。じゃあね、ね、ここのところをね、取っていきたいと思います。ね。せーの、で、よっ。さあね、少しだけ骨格形態、組み立てました。ね、うん。まあ、さ、実はというとね、これのさ、A の7と A の8はね、今回はね、使用はしませんもんでね、うん。あ、そうそう、その代わりね、なんかね、B の5がね、新規造形になっているもんでね、うん。まあね、の新規造形が、ね、B の2と、B の4と、そして B の3が、になっています。もんでね。うん。さあね、新規造形のところをね、組み立てていきましょうね。うん。まあ、ちなみにね、ね、B の5はね、A の7と A の8のね、代わりだもんでね。まあ、こんな風にそのままつけることに なります。ね。うん。まあ、まずはね、この B の2をね、ね、ここにつけといて、ね。多分、ここかな。うん。ここで、ね。まあ、B の3を、ここにくっつけて、うん。お、羽が生えたな。ね。反対側も、まあ、反対側は、B の4をつけておきます。ね、うん。まあ、そんな感じでね。うん。反対側も同じ。で。ね、うん。さあ、ね。続いてが、ね。この、ね。B の5を組んだね、A の6を、ここのところにくっつけて、まあ、これはクワガと同じですね。うん。反対側は、A の6のところをつけておきます。ね。うん。ただ、A の7と A の8の代わりだからね。うん。まあ、ね。ね。B の5をさ、ね。A の5と A の6をつけるのはね。まあ、ね。同じだもんでね。うん。まあ、こんな風につければ、で、これがね、クワガーノスのね、骨格形態だ。イエーイ。まあね、ちょっとクワガーノスでね、まあ新規造形がね、羽とね、ね、この、ここのね、ね、エボブラストをした時のね、ね、角があります。うん、ハサミなんですけどね。うん。まあ、確か、ね、ワイルド、
エボブラストするときはね、ここと開いてね、うん。開いて、で、こんな風に羽を広げていきます。まあ、こんな感じかな？うん。まあ、こんな感じでね。うん。まあ、まだ骨格形態で言ったけどね。うん。次にね、このクワーガーとね、比較しておこっかね。うん。クワーガー、骨格形態だもんね。うん。まあ、クワーガーだとな、こんな風でね、うん。やっぱクワガノスはね、羽とね、角が新規造形になっとるもんでね。まあ、ボリュームが感じるようになります。もんでね、うん。まあ、こんなにすごいなぁ。クワガノスになったら、こんなすごくなったなぁ。まあ、そんな感じ、僕はそんな感じだなぁと思っています。ね、うん。まあ次はね、骨格形態つけておきたいんですがね。まあね、骨格形態つけるのもね、まあ同じだもんでね、うん。まあクワガとね、同じなんだけどね、うん、あ、ちょっといかん。さあ、ね、骨格形態つけといて、ね。まあ、背中につけるのも、ね、同じでね。うん。まあ、もうね、最初から目はね、つけておきましたからね。うん。ちょっとここの長い角とかさ、ちょっと気をつけなきゃいかんところもあるもんでね。うん。よし。ここもつけるのも同じ。で、あとは、ここにつけるのも、まあ、つけるのも同じだもんでね。あ、ここちょっとでもこれ干渉するな。これ、パーツとかつけるとな。うん。干渉する恐れあるもんでね。ここはちょっとね、どかさなきゃいけないもんでね。うん。あ。エボブラスト形態にしないといかんな。頭つけるときはね。よっこいしょ。よっ。さあ。ここにつけとけば。あれ。ここに頭のところをつけ、よし。まあね、ここのさ、ここの部品をさ、ちょっとね、溶かさなきゃいけないもんでな。まあ、そこをつけるときはね、うん。そこはクワガノスのね、ところ、まあ、気をつけたいところだな。うん。まあ、完成しましたのでね。うん。完成！これが、クワガノスだ！イエーイ！まあね、これがクワガノスでね。うん。まあ、倉庫がね、オレンジ色になっていてね、新規造形がね、ここのね、クリアな羽とね、ここのね、クリアなね、エボブラストした時のね、角になります。もんでね、うん。まあ、クワーガの時はデスブラストだったもんでな、強制解放。デスブラストだったもんでな、うん。そんじゃあ、エボブラストやっていきましょうかね。うん。エボブラストは、そうそう、動かしてみるかね、最初ね。うん。まあ、動かすのもね、クワーガとね、同じです。まあ、動かすのもね、まあ、
クワーガと同じだな。うん。さあ、エボブラストするとこんな感じ。まずは角を開いてね。うん。ま、羽を開けば、これが、ね、あ、ここの、の、走行の羽を開けば、これがね、クワーガのね、エボブラスト状態だ。イエーイ。まあ、エボブラストすると、こんな感じに動きます。ね、うん。まあ、ちょっとクワーガとね、比べてみると、ね。こんな感じになります。やっぱな、クワーガと比べてみるとね、やっぱクワガンスの方がね、すごい、いいさ、ちょっとね、ボリュームが入りましたもんでね。まあ、これはすごいな、と思いましたね。うん。こんなに進化したんだな、と、ね、僕はそう思いましたね。うん。まあ、これはすげえな、うん。まあ、ね、これがね、ね、クワガノスのね、レビュー動画でした。まだまだ続くけどね。うん、というわけでね、このクワガノスのレビュー動画はいかがでしょうかね。うん。まあね、クワガノス、クワガノスはね、新規造形がね、羽と、ここの羽と、ね、ここのね、角がね、生えまし、まあ、なっちゃ、まあ、ここだもんでね、うん。まあ、こんなにすごくなったな、と、僕はそう思います。もんでね、うん。まあ、こんなに進化したんだなと思ったんだけどね。うん。ちなみにね、ラプトリアもね、ここのさ、歯がね、ね、出たもんでね。ここの歯がね、出たもんでね。まあ、ラプトリアも、まあ、ラプトールもね、ラプトリアもね、進化し、ラプトールからラプトリアにね、進化したんだなと思っています。ね。うん。まあ、クワガノスになってすごくなったな。もしよければね、チャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。コメントにはね、ああ、クワガノスをすごくなったな、とかさ、なんでもいいのでね、ぜひね、コメントに書いてください。あとね、僕ね、軽度の知的障害持っとるもんでね、そこだけはご理解お願いしたいと思います。あとはね、ね、楽天ブログでね、バトのブログも書いていますもんでね、見たい方はぜひ見ていただきたいと思います。プラモデル、僕もね、プラモデル作っとるもんでね、バタン、サブチャンネルでね、バタプラモデル TV でね、出しているもんでね、見たい方はぜひ見ていただきたいと思います。あとはね、新しい動画見たい人はチャンネル登録をおすすめします。まあ、そうだな。まあ、次の3月発売のゾイドはね、まあ、あれがさ、が、パワーアップして帰ってくるらしいね。デスレックスのね、進化系でもあるさ、オメガレックスがね、発売します。それに含めてさ、ゾイのワイルドのさ、単品パーツが2種類また発売されていきますんで、ね、まあね、ゾイのもね、レビューもね、まだまだしていきたいと思います、ね、まあ以上をもちましてね、バタのね、クワガノスのね、レビューを終わります。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。またねー。